皆さんこんにちは、吉原幸太です。川森田理恵です。最近必要なこと以外は、はい、ほとんど家にいること多いじゃないですか。やっぱりそうですね、まあ不要不急の外出は控えながらも、うん、家でね何かとやることあるし。幸太さんどんな過ごし方してますか？僕の場合は、まあ、まずは選手のねこうライブの映像を見たりとかはもちろんですけども、はいはい、スポーツの情報なんかを得ながら、あとはまあ子供に運動させたいから、はいはい、自分が 馬跳びの台になって馬跳びさせたり、家で縄跳び飛ばしたりとか、はい、さぞかし広いお家なんですね。いやいや、もう壁に当たりながらも私はですね、もともとカフェに行ったりコーヒー飲んだりするのが大好きなんですけど。コーヒー飲めんの？飲めますよ、子供じゃないからそういうのもなかなかこうできなくなったりしてるので、はい、今 SNS でうん、ダルゴナコーヒーっていう、うんうん、コーヒーがこうおしゃれなやつが流行ってまして、うんうん、なんかインスタントコーヒーとか本当にお家にあるものだけでできるメニューなんですけど、はい、それをちょっと作って家族に振る舞ったりしてます。お結構ね簡単に本当に美味しくできるんですよ。おしゃれな、おしゃれにおうち時間を過ごしてるわけですね。あとは本当に SNS で、はい、選手の皆さんも動画配信されたりとかしてますので、はい、それをね楽しんだりしてますね。はい、ということで今回の合コンサドーレは J:COM 札幌のスタジオからお送りしていきます。この番組は幸せを作るお菓子石屋、医療法人札幌ハートセンター、住友電気工業の提供でお送りします。サクッと春のハーモニー、桜出ました。みふゆ内科と外科と不整脈の治療を中心にとにかく患者さんに一生懸命治療したいと思ってます。それを次の世代に続けて100年続く施設にしたいですね。さて J リーグ再開がいつになるのかまだまだわからない状況なんですが、コンサドーレも14日からチームがオフになるなど感染防止に努めています。ウェブでメッセージをいただいていますので、まずはそちらをご覧ください。そうですね、今こういう状況で自分たちがプレーしてる姿、練習してる姿っていうのを見せられないのはすごい残念ですけど、まあ、今、まあ、大事なことは家にいることだったり、人にうつさないこと、うつるリスクっていうのを最小限にしていくことが今大事なことだと思うんで、まあ、それを徹底してほしいのと、まあ、その先にね自分たちがまたプレーするところを見てもらいたいと思いますし、まあ、スタジアムで会えるのを楽しみにしてます。まあ、本当僕たちもその練習でファンサービスできなかったり、そのたくさん人がいるスタジアムでサッカーの試合ができないっていうのがすごい、まあ、寂しくて、まあ、でも本当今こそここを、まあ、あとどれだけ続くか分かんないですけど、乗り切った先にまた楽しいサッカーの試合っていうのが待ってるんじゃないかと信じて、まあ、一緒にここは我慢してほしいですね。まあ、友達にも言われたんですけど、今年の抱負は27歳の抱負何って言われた時になんかあんま浮かんでこなかったんでちょっと考えたんですけど、人に優しくするっていうことを目標に今年はやりたいなと。でも僕なんか言葉遣いとか口が悪かったりちょっと口調強かったりするんで、そういったところもちょっと柔らかく相手のことを思いやっていけたらなっていうのは思ってるんで、まあ多分優しいとは思うんですけど、後輩とかにももうちょっとうまくコミュニケーション取っていけたらなとは思います。自分たちのプレーを見せることができないっていうのは一番、まあ、悲しいことなので、まあ、一日でも早く皆さんの前でサッカーできるように自分たちはいい準備をしたいと思うので、まあ、ぜひ楽しみに待っていてくださいと伝えたいです。
はい、ということでね、選手からメッセージ届いてましたけども、選手もああいう不安を抱えてね、いつ始まるかわからない中ね、メッセージいただいたってことはすごくありがたいことですしね、まあ、みんなで協力してこれをね乗り越えていきましょう。はい、ではここからは新コーナープレイバックコンサドーレに移っていきたいと思います。はい、ここはですね、視聴者の皆様からもう一度見たい試合を募集してお送りするという企画なんですが、結構な数のメッセージをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の一発目なんですが、はい、最初は一番多く見たいというリクエストをいただいた試合になってるんですね。これが、はい、2009年8月5日に行われた J リーグディビジョン2第32節、うん、厚別競技場で行われたアビスパ福岡戦です、うん、もうこれは11年前、はい、そうなんです。ということで、まあ、どんな試合か僕わからないですし、私もね、はい、見てません。お、見てませんか。見てない。そして僕がまだ、はい、まあ、もちろん現役の時ですし、ゆえちゃんは生まれてないぐらい。さすがに生まれてますよ、11年前はね。何歳。私は高校卒業したってですね、19歳の時です。19歳。はい、私がコンサドーレを見始めた頃なんですよ。そんな頃もあったんだね。そんな頃もあったんです、うん、そんな若かりしピチピチの時代がありました。はい、はい、まあね、とにかく一体どんな試合だったのか、うん、まずは一緒に見ていきたいと思います。はい、と古田選手、宮沢選手、若いダニエルソンにキリノ、上里選手もね、石川選手もね。おお、この音楽聴くとやっぱり早く試合見たい気持ちになっちゃいますね。しっかりつないでるサッカーしてるよ。おお、先制点は誰だ、宮大輝選手がいるね、相手にね。お、宮沢選手11番だったの、うん、そうだったんですね。おお、ここ足伸ばして、すごいシュートだね。もうヘディング強い。なんかこれだけ見たらもうおせおせな、うん、そんな感じしますね。おお、宮沢選手すごい、いい左足の振り向きでしたね、今ね。おー、これダイレクトは相当レベル高いシュートですよ、今。これ宮沢選手、もう1点取るパターンだな、これ。あ、そういうやつかな。もうシュート、古田選手かな。勢いはすごいありますからね、得意の形から。うん、回転気味でいいね。お、前半 2-0、 2-0 は一番危ない、うん、そうですね。この後どうなっていくのか。まさかの負け試合だったら悲しいですからね、2-0から。後半宮沢選手ちょっと髪の毛抑えてきた。ちょっと強かったよね、この選手ね。砂川じゃないの、これ。そうですね。おお、若っ。若いですね、やっぱり。うん、11年経ってね。ドリブルがもう若いの。体の動かし方がね。体の動きが。攻められてるけど、ナ
ナイスナイス。おお、ムサット選手の、うわすごい、すごい左だね、これ。このゴールはね、結構見た、うん、あ、本当ですか。やっぱりこれは語り継がれるスーパーゴールだから。これはすごいですね。キーパー吉田さんっていう、僕も一緒にやってるキーパー、うんうん、この距離だよ。すごいすごい、すごいですね。こういうの決められたらキーパーはもう本当にダメージがね、忘れられへんと思う。もう倒れ込みながらやもんね。だからもうフルパワーでこの距離なんじゃない、うんうん、素晴らしい。3-0。おお、古田選手も若いですね。若い、うん、この試合はまあ吉田選手のゴールも印象にあるし、うん、これは印象残るよね。3点ともね、一つ一つすごいゴールでしたね、うん、完全にやられたという、うん、アビスがアビスパ側のね、選手の顔してるし、羽賀もは細っそれ11年前だもんね、うん、髪型とかで ね時代が分かりますよね。宮澤選手にお話を伺いましょう。1点目、体勢崩しながらもしぶとくねじ込みましたね。そうですね、相手が触ったかもしれないですけど嬉しいです、はい、そしてこの先制点が聖地アツベツでの J リーグ通算200ゴールというメモリアルゴールでした。狙ってたんですごい良かったです、はい、はい、ということで、はい、2009年8月に行われたアビスパ福岡戦を見ていただきましたが、すごかったですね、これは。いやもう本当に大盛り上がりで、スーパーゴールもあり、3点が3点とも本当に一つずつ素晴らしいゴールでした ね。まあ、そのダイジェストといえ、あれだけこう攻めてるってことはかなりコンサドーレがいい試合して、はいはい、してたと思うし、まあ、それにしても上里選手のゴールだ。すごいですね。すごかった、すごかったですね、はい、そしてこの試合をリクエストしていただいた方からのメッセージをいくつかご紹介したいと思います、はい、まずはコンサ大好きさんからです、はい、上里和夫のロングシュートがすごすぎて未だにあれを超えるゴールはないです、うん、そしてもう一つ虎之助さんからですね、宮澤選手の期待に応える2ゴールプロ初スタメンの古田選手の果敢な仕掛け、そして何といっても上里選手、現 FC 琉球ですね、うん、のクラブの歴史に残る超ロングシュートが今でも鮮明に覚えています。あんなに素晴らしいゴールを生で見れたのは一生の思い出です。去年一人で沖縄に琉球の試合を見に行くくらい上里選手が今でも大好きなので、これからもキャプテンとして頑張ってほしいですとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。あれはね、まあ、僕も何回も見たけど、はい、もう忘れられないゴールね。すごいですね。すごかった。ああいうのね、何回か決めてる。俺水戸で対戦した時の上里選手にすっごいの決められてる、やられてるんですね。ハーフラインぐらいから、うんうんうん、それにしても遠かったな、あれ、はい、すごいゴールでしたね、うん、それでは、はい、今回はもう1試合見ていきたいと思います、はい、うん、同じく2009年の水戸ホーリーホック戦、はい、9月2日にアツベツ競技場で行われた J2 第37節です。先ほどの福岡戦から1ヶ月後ぐらいの試合になりますね、はい、ではどんな試合だったのか早速見ていきたいと思います、はい、風が相変わらず、ね、強そう。ナイターかな、ね、うん、ナイターですね。おお名前が、あ、そうか、俺見といた時ぐらいかな、うん、西大吾選手、
サドーレはもうそうそうたるメンバーじゃないこれ。お、赤い系コーチもいますね。そうだ、水戸1年目じゃないかな、このユニフォームね、9年だから結構水戸がいい強かった時期じゃないかな、強かったわ。うん、本戦から あこの空振りが、お、菊岡選手いたよね、今戦にね。選手かな、キーパーね。0対0という、なんかさっきよりこう拮抗してるような内容ね。さっきなんかこう最初からね勢いがある試合でしたけどね。うん、いいインターセプトから、いや、いいボール、ああオンゴールかな、西選手が走り込んだの。おお、若いですね、やっぱり。まあ、でも西選手あんま変わってないね、本当。西島選手のクロスにちょっと合わせた感じか。おお、13番なんてつけて来ましたね。なんか髪の毛がちょっと後ろ髪長いな。もう後ろ姿あんまり高田さんっぽくないですね、なんか。おお、なんかついに来ましたね。もうゴーコンサドーレで高田さんの映像を流す日がね。しかも全然違うチーム。そうですよね、確かに。追いついたゴールを決めた時やな。まあね、あんまり覚えてなかったけど。西選手とかな、西島選手の右サイドが結構機能してたシーズンじゃないかな、これ。この試合西島選手左やってんの。お、あ、砂川選手ループで狙ったよね、多分。優しく外側をね。あ、なるほど。うん、なんか砂川選手らしい狙い方やけど。砂川選手と俺の今の一瞬の男、うん、意地の張り、同級生の意地の張り。なるほど。そうだ、1対1だ。1対1だったんですね。この試合よく、試合はと言われたもん、札幌ファンの、昔から札幌ファンの人に、いや決めたのはいいけど引き分けかみたいな。なるほど。そうそうそう。もう公演会。若いですね。細いな。後ろ髪チャラいな、ちょっと。皆さん、あの襟足長めの時代ですね。ね、もう長いね、ちょっと全体的に。
でタンクトップ流行った時代かな。あ、そう分かれん それはタンクトップはお、サポーターの人も、うん、お結構知り合いいたいた俺。あ、本当ですか。いるわ。へー、あ、石川選手。お、若いな。はいですね。ということで、はい、2009年9月に行われた水戸ホーリーホーク戦をご覧いただきましたが、はい、全然覚えてない。どうでしたか。本当ですか。なんかあのゴールとか、あ、でもあの時期って確か厚別でやんのこれが最後になるんだろうなとか、あ、札幌に来るのはすごい楽しい見て覚えてるけどね。まあ、でもあの試合ね、終わって札幌の昔からのファンはコンサドーレが2点取って、コータが1点取って勝ってくれたらいいとか言ってくれてたから、同点だったんで、結構言われた記憶が。なるほど、同点ゴールかいみたいな、うん、ありますよ。あとはもうちょっとやっぱ後ろ髪ね。いや、そうですね、やっぱね、あの時代が感じられるね。皆さんそうでしたね、襟足長めの、ね、長かったね、感じでしたね、うん、あれが流行りだったんですね、あの当時は ね。それではこの試合もリクエストしていただいたから、はい、方からのメッセージをご紹介したいと思います、うん、はい、マグネットさんからです。コータさん、川森田理恵ちゃん、こんにちは。こんにちは。まだたった17年目のにわかサポーターです。いや、なかなかですよね、うん、17年、うん、毎回録画して見ています、はい、ありがとうございます、うん、ぜひとも振り返りたい試合があります。それは10年以上前、2009年 J2 時代、9月の厚別仕事人ナイト開催、水戸ホーリーホーク戦です、うん、生観戦でコータさんの現役時代のゴールを青の縦縞ユニフォーム姿で見られました。結果は1対1のドロー。このゴールからしばらくの間コータさんを嫌いになりましたよ。採用されたら嬉しいです。されなくても応援は楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。コータさん、はい、嫌われちゃってましたね、しばらく。いや、あのゴール消していいよ、はい、もういいんですか。いや、でもね、そういう印象の残り方っていうのも嬉しいもんだから、はい、あの選手嫌だなっていう、確かにそうですね、思われるっていうことは嬉しいし、あの時のあのゴールって、ね、きっとずっとね、思っていただいて、いや、嬉しいですね、ありがとうございます、はい、ということで、うん、今回は2試合ご覧いただきましたプレイバックコンサドーレなんですが、はい、まだまだ見たい試合のリクエストを募集しています、はい、そしてツイッターやメッセージフォームから何年のどのチームとの試合、ホームかアウェーかなど分かる方は何節かまでできるだけ詳しく教えてください。また印象的な場面や思い出なども添えていただけると合わせてご紹介いたします。そしてですね、前回ちょっとお伝えするのを忘れてしまい大変申し訳ないのですが、残念ながら JFL 時代の試合は現状ではお見せすることができませんので、1998年以降の試合でお願いいたします。そうなんですよ、はい、もう少し早くね言えばよかったんですけども、うん、そうですね、まあ、僕もいろいろ見たいのあるよ、 JFL は思い出があるリーグでしたから、私も見てみたい。、まあ、大人の事情がありますので ね、 そうですね、 JFL 以外でお願いします。98年以降の試合をよろしくお願いいたします、はい。さて、今回もあっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいました、うん、どうですか、この振り返るプレイバックコンサドーレ。いや、なんか結構思ったより恥ずかしい。おー、なるほど、恥ずかしい。いや、私はこう、はい、コータさんの現役時代をそのリアルタイムであまり見てないので、はい、うん、こういうのすごい楽しいですね。もっとなんかコータさん出てる試合もいっぱいこう来てくれた、私も楽しいなって。いや、ね、いや、僕も楽しみにしてたけど、まさかそっち側でっていう。なるほど ね、コンサの思い出の試合かと思いきや、コータさんっていうね、今回はね。いや、いいですね。ただまあ本当に今の出てる選手とかね、思い出の選手がこうやって見れるのは楽しい、ね、楽しいですね、うん、これ楽しかった。次回はね、またどんな試合見れるのか、私たちも楽しみにしていきたいと思います、はい。それでは今回のGO コンサドーレ、ここでお別れとなります。お相手は吉原コンサと川森田理恵でした。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。バターを使わずホワイトチョコでしっかりしっとり、白いバーム紬。内科と外科と不整脈の治療を中心に、とにかく患者さんに一生懸命治療したいと思っています。それを次の世代に続けて100年続く施設にしたいですね。この番組は幸せを作るお菓子石屋、医療法人札幌ハートセンター、
住友電気工業の提供でお送りしました。おお、ダメルソン本当強かったよね、この選手ね。砂川じゃないのこれ。そうです ね。おお、若いですね、やっぱり、うん、11年経ってね。ドリブルがもう若いの、体の動かし方がね、体の動きが。攻められてるけどナイスです。おお、ムサツ選手の、うわー、すごい、すごい左だね、これ。うわ、このゴールはね、結構見た、うん、あ、本当ですか。やっぱりこれは語り継がれるスーパーゴールだから。これはすごいですね。キーパー吉田さんっていう、僕も一緒にやってるキーパー、うんうん、この距離だよ。すごいすごい、すごいですね。決められたらキーパーはもう本当は、ね、忘れられへんと思う。もう倒れ込みながらやもんね。だからもうフルパワーでこの距離なんじゃない、うんうん、素晴らしい。3-0。古田選手も若いですね。若い、うん、この試合はまあ吉里選手のゴールも印象にあるし、うん、これは印象残るよね。3点ともね、一つ一つすごいゴールでしたね、うん、完全にやられたというアビスが、うん、アビスパー側の、ね、選手の顔してるし、歯がもうわ、細っ。それ11年前だもんね、うん、髪型とかで ね、時代が分かりますよね。宮澤選手にお話を伺いましょう。1点目、体勢崩しながらもしぶとくねじ込みましたね。そうですね、相手が浅かったかもしれないですけど嬉しいです、はい、そしてこの先制点が聖地アツベツでの J リーグ通算200ゴールというメモリアルゴールでした。狙ってたんで。おお、なんかついに来ましたね。もうゴーコンサドーレでコータさんの映像を流す日がね。しかも全然違うチーム。そうですよね、確かに。追いついたゴールを決めた時やな。まあね、あんまり覚えてなかったけど。西選手とかな、西島選手の右サイドが結構機能してたシーズンじゃないかな。これこの試合西山選手左やってんの。お、あ、砂川選手ループで狙ったよね、多分優しく外側をね。あ、なるほど。うん、なんか砂川選手らしい狙い方やけど。お、砂川選手と俺の今の一瞬の男、うん、意地の張り合い、同級生の意地の張り合い。なるほど。そうだ、1対1だ。1対1だったんですね。この試合よく、うん、試合はと言われても、札幌ファンの、昔から札幌ファンの人に、うんうんうん、いや決めたのはいいけど引き分けかみたいな。
なるほど。そうそうそう。もう講演会、うん、若いですね。細い、細いな、うん、後ろ髪チャラいな、ちょっと皆さん、あの襟足長めの時代です ね、もう長いね、ちょっと全体的に、うん、でタンクトップ流行った時代かな。あ、そう分かれへん、それはタンクトップは、お、サポーターの人も、うん、お、結構知り合いいた、いた、俺、あ、本当ですか、いるわ、へー、あ、石川選手、お、若いな、はい、ということで、はい、2009年9月に行われた水戸ホーリーホーク戦をご覧いただきましたが、うん、はい、全然覚えてない、どうでしたか本当ですか、なんかあのゴールとか誰だ、宮田大輝選手がいるね、相手ね、お、宮澤選手11番だったの、うん、そうだったんですね、お、うん、ここ足伸ばして、うん、すごいシュートだね、シュート、おー、ヘディング強い、なんかこれだけ見たらもうおせおせな、うん、そんな感じしますね、おお、宮澤選手すごい、いい左足の振り向きでしたね、うん、今ね、おお、これダイレクトは相当レベル高いシュートですよ、今これ宮澤選手もう1点取るパターンだな、これ、あ、そういう、そういうやつかな、もうシュート、古田選手かな、勢いはすごいありますからね、得意の形から、うん、おお、回転気味でいいね、お、前半 2-0、 2-0 は一番危ない、そうですね、この後どうなっていくのかまさかの負け試合だったら悲しいですからね、 2-0 から、後半宮澤選手ちょっと髪の毛抑えてきてちょっと強かったよね、この選手ね、砂川じゃないの、これ、そうです ね、おお、若っ、若いですね、やっぱり、うん、11年経ってね、ドリブルがもう若いもん、体の動かし方がね、体の動きがやめられてるけど、ナイスです、おお、ユサツ選手の、うわー、すごい、すごい左だね、これ、このゴールはね結構見た、うん、あ、本当ですか、やっぱりこれは語り継がれるスーパーゴールだから、すごいですね、キーパー吉田さんっていう、僕も一緒にやってるキーパー、うんうん、この距離だよ、すごいすごい、映像を流す日がね、しかも全然違うチーム、そうですよね、確かにうついたゴールを決めた時やな、まあね、あんまり覚えてなかったけど西選手とかな、西島選手の右サイドが結構機能してたシーズンじゃないかな、これこの試合西島選手左やってんの、お、あー
砂川、砂川選手ループで狙ったよね、多分優しく外側をね。あ、なるほど。なんか砂川選手らしい狙い方やけど、おー、砂川選手と俺の今の一瞬の男、うん、意地の張り合い同級生の意地の張り合いなるほど。そうだ、1対1だ、1対1だったんですね。この試合よく、うん、試合はと言われたもん、札幌ファンの、昔から札幌ファンの人に、うんうんうん、いや決めたのはいいけど引き分けかみたいななるほど。そうそうそう、もう公演か、うん、若いですね。細いな、うん、後ろ髪チャラいな、ちょっと皆さん、あの襟足長めの時代です ね、もう長いね、ちょっと全体的に、ね、でタンクトップ流行った時代かな。あ、そう分かれへん。 それはタンクトップは、お、サポーターの人も、うん、お、結構知り合いいた、いた俺。あ、本当ですか。いるわ。へー、あ、石川選手、お、若いな。はいですね。ということで、はい、2009年9月に行われた水戸ホーリーホーク戦をご覧いただきましたが、はい、全然覚えてない。どうでしたか本当ですか。なんかあのゴールとか、うんうん、あ、でもあの時期って確か厚別でやんのこれが最後になるんだろうなとか、札幌に来るのは。虎之助さんからですね、宮澤選手の期待に応える2ゴール、プロ初スタメンの古田選手の果敢な仕掛け、そして何といっても上里選手、現 FC 琉球ですね、のクラブの歴史に残る超ロングシュートが今でも鮮明に覚えています。あんなに素晴らしいゴールを生で見れたのは一生の思い出です。去年一人で沖縄に琉球の試合を見に行くくらい上里選手が今でも大好きなので、これからもキャプテンとして頑張ってほしいです、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。あれはね、まあ、僕も何回も見たけど、はい、もう忘れられないゴールね。すごいですね。すごかった。ああいうのね、何回か決めてる。俺水戸で対戦した時の上里選手にすっごいの決められてるんですね。ハーフラインぐらいから、うんうんうん、それにしても遠かったね、あれ、はい、すごいゴールでしたね、うん。それでは、はい、今回はもう1試合見ていきたいと思います、はい、うん、同じく2009年の水戸ホーリーホック戦、はい、9月2日に厚別競技場で行われた J2 第37節です。先ほどの福岡戦から1ヶ月後ぐらいの試合になりますね、はい、ではどんな試合だったのか早速見ていきたいと思います、はい、風が相変わらず、ね、強そう。ナイターかな、ね、うん、ナイターですね。おお名前が、そうか、俺見といった時ぐらいかな、うん、西大吾選手、ウッサドールはもうそうそうたるメンバーじゃない、うん、これ。お、会計コーチもいますね。そうだ、水戸1年目じゃないかな、このユニフォームはね、9年だから結構水戸がいい、強かった時期じゃないかな、強かったわ。なるほど、うん、もう混戦から空振りが、お、菊岡選手いたよね、コンサートね、うん、
原選手かな、キーパーね。まだたった17年目のにわかサポーターですよ。なかなかですよね、うん、17年、毎回録画して見ています、うん、ありがとうございます、はい、ぜひとも振り返りたい試合があります。それは10年以上前、2009年 J2 時代9月のアツベツ仕事人ナイト開催水戸ホーリー北戦です、うん、生観戦でコウタさんの現役時代のゴールを青の縦縞ユニフォーム姿で見られました。結果は1対1のドロー。このゴールからしばらくの間コウタさんを嫌いになりましたよ採用されたら嬉しいです。されなくても応援は楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。コウタさん、はい、嫌われちゃってましたね、しばらく。いや、あのゴール消していいよ、はい、もういいんですか。いやでもね、そういう印象の残り方っていうのも嬉しいもんだから、はい、あの選手嫌だなっていう、確かにそうですね、思われるってことは嬉しいし、あの時のあのゴールって、ね、きっとずっとね思っていただいて、いや嬉しいですね、ありがとうございます、はい、ということで、うん、今回は2試合ご覧いただきましたプレイバックコンサドーレなんですが、はい、まだまだ見たい試合のリクエストを募集しています、はい、そしてツイッターやメッセージフォームから何年のどのチームとの試合、ホームかアウェーかなど分かる方は何節かまでできるだけ詳しく教えてください。また印象的な場面や思い出なども添えていただけると合わせてご紹介いたします。そしてですね、前回ちょっとお伝えするのを忘れてしまい大変申し訳ないのですが、残念ながら JFL 時代の試合は現状ではお見せすることができませんので、1998年以降の試合でお願いいたします。そうなんですよ、はい、もう少し早くね言えばよかったんですけども、うん、そうですね、まあ、僕もいろいろ見たいのあるよ、 JFL は思い出があるリーグでしたから、私も見てみたい、ね、まあ、大人の事情がありますので ね、 そうですね、 JFL 以外でお願いします。98年以降の試合をよろしくお願いいたします、はい。さて今回もあっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいました、うん、どうですかこの振り返るプレイバックコンサドーレ。いやなんか結構思ったより恥ずかしい。おー、なるほど、恥ずかしい。いや私はこう、はい、コウタさんの現役時代をそのリアルタイムであまり見てないので、はい、うん、こういうのすごい楽しいですね。もっとなんかコウタさん出てる試合もいっぱいこう来てくれた私も楽しいなって。いや、ね、いや僕も楽しみにしてたけどまさかそっち側でっていう。なるほど ねコンサの思い出の試合かと思いきやコウタさんっていうね今回はね。いやいいですね、ただまあ本当に今の出てる選手とかね、はい、思い出の選手がこうやって見れるのは楽しい、ね、楽しいですね、うん、これ楽しかった。次回はねまたどんな試合見れるのか私たちも楽しみにしていきたいと思います、はい。それでは今回のGO コンサドーレここでお別れとなります。お相手は吉原コンサと川森田理恵でした。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。バターを使わずホワイトチョコでしっかりしっとり白いバーム。